日日本時間8月22日ヤンキースは本拠地ヤンキースタジアムでのガーディアンズ3連戦の2戦目を迎え、主砲アーロン・ジャッジが2本塁打3打点、不安外も36号ツーランを含む2安打5打点の活躍を見せるなど、8対1で快勝。3連戦の対戦成績は2戦目を終えて1勝1敗となった。 ヤンキース先発のネスター・コルテスは打線の援護を受けながら7回3安打無失点と安定したピッチングを見せ、7勝目、10敗、をマーク。ガーディアンズ先発の上位キャンティロは4回6安打7失点で3敗目、0勝、を喫した。ヤンキースのアーロン・ジャッジが47号ソロを放つ。ヤンキースは初回に外の36号ツーランで先制。 外は昨季のシーズン35本塁打を上回り、キャリアハイ更新となった。3回裏にジャッジの46号ツーランで4対0とリードを広げ、4回裏には西満塁から外のタイムリー2塁打で3点を追加。7回裏にはジャッジにこの試合2本目のアーチとなる47号ソロが飛び出した。8回表にジョンケン・ジー・ノエルの1号ソロで1点を返されたが、大勢に影響はなく、 8対1で解消。オリオールズが敗れたため、地区首位に再浮上した。ジャッジは2本目のアーチを放った直後、大差の試合となったため、8回表の守備から休養のために交代。今日は2本のアーチを放ち、3打数2安打3打点1死球だった。シーズン通算の打撃成績は打率点334。47本塁打117打点。 出塁率465、オプス1.187という驚異的な数字に、シーズン162試合に換算すると、60本塁打 &149 打点となり、2年ぶり2度目のシーズン60本塁打を達成する可能性も出てきた。なお、オプス1.150以上でシーズンを終えた場合、短縮シーズンを除くと2004年のバリー・ボンズ以来の快挙となる。